どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日もね、新作映画を見てきたので一本レビューしたいと思います。ということで、今日のタイトルはバイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティということで、本作は皆さんご存知、カプコンの大人気ゲームの実写映画化となっています。バイオハザードの実写映画といえばミラ・ジョボビッチ主演の一連のシリーズが有名だと思いますけど、そもそも彼女の演じたアリスなんてキャラクターはゲームには登場してこない。映画版はゲームとはタイトルが同じで、もう全くの別物と言っていい内容でしたよね。映画は大ヒットしたみたいだから、まあ、シリーズ化されたんでしょうけど、ゲームファンの皆さんはミラ・ジョボビッチの実写版どう思ったでしょうか？僕はやっぱりゲームのシナリオに忠実な実写映画を見たかったなっていうのが本音なんですけども、で今回前のシリーズをなかったことにして、いわゆるリブートという形で本作が制作されました。そして舞台がラクーンシティ警察署で、登場人物もゲームの主要キャラクターはほぼ登場しているということで、今度こそはあの世界観が再現されるのかなと大いに期待しつつ、いや反面、まあなんかね、ゲームの実写化って大抵外すんで大丈夫かなとも心配して、まあ鑑賞した次第なんですよ。ちなみに僕はこのバイオハザードシリーズなんですけど、ゲームの方ね、ナンバリングタイトルは全て、リアルタイム、発売当初にプレイしております。直近だとバイオハザード8でしたよね。もちろんあちらもプレイ、最後までね、プレイしていました。もちろんバイオの1作目、初代、パート2、パート3、そしてコードベロニカといった古い作品はオリジナル版も発売当時にプレイしていたし、ここ数年、それらのリメイクも、発売されましたけど、こちらはね、すべて PC 版でプレイ済みです。だから、熱狂的ファンではないにしろ、バイオハザードのことは、それなりに分かってるつもりなんですよね。そんな僕が、この映画にどう感じたのか、お話ししていきたいと思います。といっても、ゲームとは、この映画ね、ゲームとは設定がそれなりに変えられているようなんですよ。例えば、クリス・レッドフォードとクレア・レッドフォードは、まあ、お兄ちゃんと妹、兄弟というところは同じなんですけど、彼らはラクーンシティの養護施設に育てられていたっていうふうになってるんですよね。その養護施設を運営しているのは、もう皆さんご存知、何から何まで真っ黒なアンブレラ社ですよ。パソナや電通並みに悪い企業ですよね。彼らは養護施設の子供たちを実験台にしていたんですよね。幼少期のクレアはその施設の中でリサ・トレバーと出会ってます。はい、このリサ・トレバー、バイオファンの皆さんなら、まあ、知っていますよね。1作目に出てきたのかな、リサ・トレバー。でもね、このリサ・トレバーちゃん、なんかとりあえず出しといたみたいなね、ファンサービス登場でしたけど、まあそれはそれでね、胸アツなのかな。で、時は流れて1998年。そう、本作の舞台は今から24年も前なんですよね。iPhone も Android もありませんし、ニューヨークにはまだツインタワーが建っていた頃ですよ。ニューヨークテロの前だからね。そんなある日、大人になったクレアがラクーンシティに帰ってきます。トレーラーにヒッチハイクするんだけど、このトレーラー、バイオ2作目、バイオパート2でプレイした人ならもうおなじみですよね。ラクーンシティ警察署の前の広場に突っ込んで炎上するトレーラーです。一方、レオン・ S ・ケネディがルーキーとしてラクーンシティ警察署に赴任してきました。これもゲームと同じですよね。ゲームではクールでかっこいいレオン様なのに、この映画ではね、このレオン様、あまりにポンコツすぎて使えないから、ラクーンシティ警察署に飛ばされてきたという設定なんですよね。これね、レオンファンの人たち、激怒するんじゃないですかね。その警察署には、クリスとジル・バレンタイン、さらには後に、敵と敵対することになる、ウェスカーが勤務しています。ウェスカーはまだね、闇落ちしていなかった頃ですね。
そんな時、空き家だったスペンサー邸にて謎の死体が発見されたということで、クリスとジル、ウェスカー他数名がヘリコプターに乗って現場に出向きます。レオンはあまりにもポンコツで使えないやつなんで、おめえの席ねえからと、あの所長にね、居残りを命じられるんですよ。とてもレオンとは思えませんよね。やがて街はゾンビの大群に襲われることになるのは、ここら辺はね、もうゲームと同じです。レオンは間もなく警察署に入り込んできたクレアと合流して、ゾンビたちを倒しながら、クリスたちのいるスペンサー邸に向かいます。このスペンサー邸なんですけど、もう分かってますよね。バイオ一作目の舞台となった、あの怪しげな洋館ですよ。さあ、彼らは無事に合流して、この街を脱出することができるのか。ちなみにバイオシリーズでヘリコプターに乗ったら絶対に落ちるというまあお約束がありますけど、本作でもきちんとね再現されているのでご安心ください。ヘリが墜落するシーンはね笑うとこですよ。はい、そんなわけで、これから詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画バイオハザードウェルカムトゥラクンシティ、評価額はズバリ900円力作ですかね。ミラージョボビッチ主演の前のシリーズに比べるとかなりゲームの内容に近くなってはいます。この映画のお客さんの多くはやっぱりね、あのバイオハザードシリーズゲームファンの人たちだと思うんですよ。まあ、そうなるとね、この手の映画は漫画の実写化と同じで、どこまでそのゲームの世界観やキャラクターのビジュアルが再現できているかがね、注目ポイントになってしまいますよね。特にこの派手な展開を見せるバイオシリーズだから、まあ、それなりにお金をかけないと実写化はね再現できないと思うんだけど、そこはハリウッドなので期待はしていたんだけど、まあ確かにね頑張ってはいるなぁとは思ったけど、不満点の方が勝っているかなぁと思いました。全体として僕が見たいのはそれじゃないんだよなというもどかしさが終始つきまとうような作品でしたね。まずはもう皆さんもねこれ気になったと思うんですけど、キャラクターのビジュアルですよ。これ結構やっぱ大事ですよね。ゲームなんかは特に、もう漫画ゲームなんて同じようなもんだから、キャラクターのビジュアルってまず何より優先しなきゃいけない部分だと思うんですけど、登場人物のビジュアルだけを見たらバイオハザードの面々だとは、まあ、おそらくね分からないんじゃないかな。人種差別的なことはね言いたくないというか言っちゃいけないとは思うけど、でもさせめてさ人種くらいは揃えてよって思うんですよね。何なんだよあのジル、そしてレオン。いや人種違うじゃん、もう人種が。あんなのジルじゃねえし、レオンじゃねえよ。クレアもちょっとね、厳しいし。まあ、あの中で一番イメージが近いのは、クリスかウェスカーなんだけど、それでもね、パッとしないんですよね。まあ、彼らに似てるっちゃ似てるかもしれないけど、イケてないお兄ちゃんが演じてるって感じでした。エンドクレジットの途中におまけ映像があって、これもファンにとっては胸熱となるある重要な人物が出てくるんだけど、この重要人物もね、なんか違うなーって感じなんですよね。レオンとかジルとかその重要人物とかキャラクター性以上にビジュアルが魅力的じゃないですか。バイオハザードシリーズってやはりねキャラクターのビジュアルにかかるところ大きいと思うんですよね。イケメンとか美男美女が出てきますからね。なんでもっと似ている役者をキャスティングしなかったのか、まあ、言っちゃ悪いけどね、これらの役者さんたち、まあ、どいつもこいつも B 級映画みたいな安っぽさなんですよね。ゲームの中のレオンとジルって圧倒的なヒーローヒロインじゃないですか。
この映画ではなんかそれが感じられないんですよ。まあ、しょぼいんですよ、しょぼい。レオンとかクリスとかゲームの中では見るからに戦闘能力の高いイケメンのお兄さんって感じなんだけど、この映画に出てくる役者さんはなんかね、コンビニとか、ファミレスでこき使われているお兄ちゃんって感じなんですよね。なんかこう、パッとしないというか、底辺っぽさが抜けられないと言いますか。はい。まあ、こういうこと言っちゃうのはどうかと思うけどね。そして舞台を1作目のスペンサー邸と2作目のラクーンシティ警察署の2つになっているんだけど、これもね、なんていうかね、ちょっと欲張りすぎたというか、1つに絞った方が良かったなと思いました。バイオシリーズの魅力の1つにやっぱりこの世界観、舞台があるんですよね。舞台が最初は怪しげな洋館だったのに、ゲームが進むにつれていつの間にかさ、 SF 映画に出てくるような研究施設に移り変わっていくじゃないですか。あのバイオハザード2のね、ラクーンシティ編もそうですよね。最初はあのラクーンシティ警察署なんだけど、徐々になんていうの、レオンとかクレアがなんかこう警察署の中にさ、キーとかメダルとか集めて、それを使って秘密の扉を開いて地下通路を進んでいくと、宇宙基地みたいな施設になっていて、その中でゾンビやタイラントや G ウイルスの第一形態とか第二形態との追走劇を繰り広げていく、あれがもう醍醐味だったですよね。マップも緻密に作り込まれていて、各部屋の作りがそのゲームを象徴しているようなデザインでしたよね。例えば1作目の洋館のあの大食堂とかさ、あのホールもそうだし、あと吹き抜けの階段とかね、あといろんな応接間とか、あとパート2の警察署だったら、あのよくわけのわかんない仕掛けが施してある武器庫とか、あの大きな玄関ホールね、あの女神の像が飾ってある玄関ホールとか、あと控え室ね、警官たちの控え室とか、あそこにほらレオンの歓迎のなんかいろいろ飾りがしてありましたよね。ルーキーレオンの歓迎会の飾りみたいのがしてあったりとか、ああいうね、象徴とそのも映画を象徴するような、ゲームを象徴するような舞台がたくさんあったんですけど、なんかね、そういうんじゃな、思ったほどそういうのが出てこなくて、まあ、そもそもね、スペンサー邸も警察署のシーンも実はそんなに多くないんですよ。あとゲーム中盤以降に出てくる SF 映画の宇宙基地みたいな研究施設もあんま出てこなくて、終盤はほぼバイオハザードとは関係ないマップが舞台になっていましたね。これにはね、正直がっかりでした。デッドバイデイライトもバイオハザードとコラボしていて、特にラクーンシティ警察署のマップはかなりね、忠実に作り込まれていますよ。バイオハザードシリーズゲームファンの人ならなんとなくマップがわかるような仕様になっていて、これはね、かなり胸熱でしたよね。デッドバイデイライトでもね、あんなに力入れてるのに、映画版なんだからもっと力入れなきゃダメでしょうと思うんですよ。まあ再現度は絶望的ではないんだけど、満足感よりも違和感の方が大きかったですね。おそらくゲームファンの人たちの多くは僕と同じような感想になるんじゃないかなと思いました。続編ありきなおまけ映像だったんだけど、スペンサー邸とラクーンシティ警察署編という2つのこのね、ハイライトともなる2つのシリーズを一気にこの一作で消化してしまったので、この先どうなるんですかね、この先続くんですかね。まあまたネメシスとか出てくるのかもしれないですけど、なんかね、もったいない。もうちょっとこう、どうせ続編やるんだったら一作目はスペンサー邸をじっくりとね、再現してもらって、パート2はラクーンシティ警察署編にするとかにした方が良かったような気がするんですよね。なんかすごくね、両者とも時間がなくて、すごく駆け足で
中途半端に、消化された、消化というかもう消費ですよね。消費されてしまった。もうこれでスペンサー邸もラクーンシティ警察署も出てこないですから、なんかね、もったいないなーって気がするんですよね。それでいて、この先、まあ一応続編ありきみたいな形で終わってますからね。いやー、これこけたら続編作られないってこともあるんですかね。そうしたらラストのね、おまけ映像に出てきた、ある、とある重要人物の役者さん、かわいそうですよね。一体何のために出てきたんだみたいな、そんな感じになってしまいます。はい、そんなわけでね、まあゲームの実写映画化って大抵外すんで、大きな期待はせずに見たんですけども、まあ、すごくがっかりとまではいかないけども、ああ、こんなもんかって感じでしたね。バイオハザードはね、面白い、ゲームは面白いんだけど、やっぱり映画とか、あと CG の方も、CG 映画もいくつか作られてますけど、あれもそう、なんかいまいちなんですよね。やっぱりゲームの方が優れてると言いますか、ゲームのシナリオがいいんですよ、シナリオが。もういっそのこと、変にオリジナリティなんていいから加えなくて、ゲームのシナリオを忠実に再現して映画が実写映画化してくれた方が、絶対に楽しめると思うんですよね。はい、そんなわけで、まあ、よっぽどかのね、まあ、とりあえず、バイオハザード好きな人は、見てもいいのかなって、でも多分ね、そんなに言うほど満足感は得られないんじゃないかなと思います。そんな感じですかね。はい、今月、僕の新作ホラー小説が出ています。無邪気な神々の無慈悲な戯れというね、ホラー小説が刊行されましたので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。以上、ミステリー作家の野々吉でした。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。